いよけよチャンネル。おはようございます。今日は糸島にドライブでやってきました。ここは島の四季、上がったばかりの新鮮なお魚がお安く買えるってとっても人気のスポットなんです。そしてこの市場の中の食堂ではお魚が食べられます。キロたち早速食べてみることにしましたよ。わー、来たー、海鮮丼。おー、ご飯が見えないぐらいにお魚がいっぱい乗ってる。あら汁もいい感じ。お腹すいたね、キラちゃん。食べたい食べたい。あ、でもちょっと待って、ちょっとだけね、説明しとくね。ここのお店は大きいのと小さいのとか選べるよ。そう、お魚好きのケロケロは漏れなく大きいの選んじゃいました。あら、あら汁も大きいのと小さいので器のサイズも違うんだね。さあ食べよう食べようね。どうやって食べようか。これさ、お醤油バーってのせてさ、食べる？いやー、1個ずつ食べようか、せっかくやけんね。まずはコウイカ。これもちっとして甘くて美味しい。そしてこの白身のお魚、これタイかな。なんかさ、いっぱいお魚入っとるよね。うわ、そしてね、このあら汁のあら、大きい。これ何のお魚やろう。あー、食べた、美味しかった。今日もお腹いっぱいになったね。ごちそうさまでした。わ、黄色ちゃんもいっぱい食べた。さてさて、これからさ、車に乗ってどこ行く？そうね、今度はなんかデザートも食べたいね。あ、いいね、食べよっか。食べ行こうか。どこがいい？溝井かな。なんかケーキもいいけどさ。あ、そうだ、またいちのプリン食べたことある？あるよ、一回だけね、食べたことあるぞって。あ、いいね。あ、じゃあドライブでさ、海沿いガーって行ってさ、行こうか。